東京ビッグサイトでダイエット&ビューティーフェアが開催されました。第9回を迎えるこの展示会は業界一専門性の高いビューティービジネスに特化したもので、今年のテーマは日本のビューティーをアジアへです。美だけじゃなくて健康と美の展示会ということで、ビジネスのトレードショーということで開催を続けています。主にエステ関係、スパ関係で、そこに加えて最近やっぱり小売関係ですね、ドラッグストアをはじめバラエティショップだとか、そういうここにちょうどあるような商材を施設を通じてなくて販売するようなところの店舗がの方々が結構増えてきてますね。会場はサロン向け、ホームユース、ビジネス支援、インナービューティーに分かれ、特にインナービューティーでは内側からの美を訴求したサプリメントが紹介されています。ここ数年、健康食品の規制強化で低迷気味の業界において、美容ドリンクを中心とした製品群は好調です。53種類の野菜や果物、そういったものを3年以上かけて発酵させた発酵食品というのが、こちらのマンダ酵素という商品になります。ペースト状になっております。これをペロッと舐めます。こういう形で舐めていただいて、これが1日1回食べていただく量になります。腸内環境を非常に整えてくれますので、お肌なんかの張りですとか、あと吹き出物、そういったものの悩みが解消されてきます。あとは腸内がきれいになることで元気になったり、免疫力を上げるという効果も期待できます。コーヒーで知られるネスレ日本もビューティードリンクに参入しました。これがですね、健康と美をコンセプトにしましたビューティーバーという製品になるんですけれども、ローズ&ハイビスカスコラーゲン、カリン&ユズ高級店、あと最後にジャスミン&ウーロン食物繊維という、3つの製品がございます。その3つの製品がですね、ディスペンサーマシンという、マシンから供給されるパターンと、1袋タイプのサシェでも供給しているというバリエーションを持っております。コーヒーはですね、オフィスとかメインだったんですけれども、こちらもエステ、スパさんとかサロンさんですね、あとはこのホテルの客室レディースプランとかケーキバイキングとか、女性が多く集まるところにご提案させていただいて、ご好評いただいている段階でございます。外面だけではなく、やはり内面からのアプローチも重要との認識が広まり、新しいところではカキポリフェノールを抽出して口臭予防という提案もあります。こちらに関しましてはですね、今カキ渋成分をメインとして使わせております。で、カキ渋というのはですね、消臭性であったり抗菌性というのが抜群に素晴らしいということで、今カキ渋石鹸というのが流行っていたりとかいうものがすごく多いんですけど、今やっぱりそのドリンク化という面でしますとなかなかできてなかったんですよね。で、今も業界の中でもドリンク化の製品というのはすごく少ない、で一度もないというのがそうなんですけど、この度 TP21 製法というものをですね、使いまして、この素晴らしいチケットドリンクがなんと販売することができましたんです。ワインは美味しさとともに美容の面からも注目されています。ドイツに畑と蔵元を持ってまして、うちは日本支店という形になるんですが、日本の会員のお客様、全国に4万人ほどいらっしゃるんですが、そのお客様に信用していただきながら販売をさせていただいてました。サンプルのボックスを持ってワインを個人のご自宅とか会社までお伺いして、それを飲んでいただいてケースでお届けをしているという形になりますね。基本的にはオーガニック系のワインが多くなると思いますけれども、ただ飲んでいただかないと分からないですよね。ですからイメージ的なものもありますし、ドイツワインなんかですと結構フルーティーで甘口なんで、飲んでいただければ、お酒強くない方とか女性の方にも非常に飲みやすいワインになると思う、そういったものなんかは人気ありますね。